小さい頃、地元の空港によく連れて行ってもらってた。飛行機は私にとって憧れだったと同時に、身近なものと考えられたのは、そういった経験があったからかもしれない。崇城大学出身の父から、大学時代の話を聞いていくうちに、勉学だけじゃなくて、人とのつながりこそが、エアラインパイロットには大事なんだということを知りました。まだまだ訓練では失敗もあるけど、くよくよせずに、前向きに、自分が今できる責任を果たそうと頑張ってる。飛行機が飛ぶということは、航空整備士、CA、運航管理など、たくさんの人たちが関わってこそ実現するもの。すべての人たちの力を合わせたフライトって、こういうことなんだなって思いますね。空中での操作とか、特に離着陸の時とかはまだまだ緊張するけど、安全だけじゃなくて乗客のことを考えた安定かつ安心できるようなフライトを目指してる。今、女性エアラインパイロットも多く活躍してるんで、私もその一員になれるように頑張ってるし、たくさんの同志がこれから生まれてくることを期待しています。